みんなさんこんにちは犬です通称かわいい犬えうざい犬なんすかそれ聞いたことないな嘘ですしょっちゅう聞いてますまあそれは置いといて今日はとってもいいものをお届けにまいりましたインディーゲームクリエイターのみなさんにトビ・ファックスからメッセージですそうなんです 今日はトビが来られないので僕が代理で読ませてもらうことになりましてあの人顔出し NG なんですよね誰かに写真撮られそうになるといつもたまたま僕が顔の前をよく切ってなんとかなってますけど生配信だとそうもいかないじゃないですかそんなわけで早速メッセージを読んでみたいと思います皆さん こんにちはトビフォックスですこのところ世界中の国が大変な状況ですね新型コロナウイルスが暴れてるせいでみんな家から出られないこのまま世界が終わってしまうんじゃないかそんな気さえしてきますこんな時にゲームなんて作っていいのかなこんな時にゲームなんて 必要とされてるのかななんて、つい考えてしまいがちだと思います。でも、どうか皆さん、気を落とさないでください。だって、こんな時だからこそ、人は笑わなきゃいけない。笑顔にならなきゃいけない。幸せを感じなきゃいけないんです。空が闇に包まれている時、人は、 とにかく何でもいいから、光を求めるものです。道を照らしてくれるものが必要なんです。僕は何も、ゲームが世界を救うとか言うつもりはありません。だけど、ゲームは、誰かの一日を幸せにすることができる。つらい状況が続くとき、その日、一日を笑顔で過ごすことができたら、それだけで、 救われたりすするんですじゃあインディーゲームの何がそんなに特別なのかそれは心です。ゲームを作るときクリエイターは自分の作品に自分の心を注ぎ込む。自分の個性自分の夢忘れられない思い出忘れたい悪夢愛情それが心です。 インディーゲームのいいところは少人数のチームで作ってるから作り手一人一人の心をプレイヤーに感じてもらえるところだからプレイヤーの心とクリエイターの心が通じ合うチャンスも大きくなるんですプレイヤーとクリエイターの心が通じ合うと不思議なことが起こりますゲーム画面が呪いの鏡みたいに点滅して プレイヤーの心も光り始めて鏡と共鳴するようにて滅してそうなったらプレイヤーはもうそのゲームと出会う前の自分には戻れないあなたが作ったゲームから信じられないほど大きな希望を受け取ったりするんですそれがインディーゲームの力だって僕が自分で 経験したことですから僕の心もインディーゲームをプレイして輝いたことがあります洞窟物語とか夢日記とかそしてもちろんンさんの東宝プロジェクトとかそう帽子をかぶった構成的な女の子たちやきれいに並んだ玉クや日本ならではのエネルジェティック BM に触れて僕の心が輝きました 聖なる光に飛び込んで僕の体も進化を遂げたそして僕はゲームデザイナーというモンスターになったんです僕は自分のゲームをプレイしてくれた人にも同じ呪いをかけたいそうやってみんなを笑顔にできたらいいなと脱線しました要するに僕が言いたいのは ゲームを作れば誰かに希望をあえたり僕みたいなとんでもないモンスターに生まれ変わらせたりできるよってことどんな状況であろうとそれって素晴らしいことだと思いますだから世界中が大変な時でもみんな諦めないで世界が闇に包まれてるなら自分が輝けばいいゲームクレーターも レアも、みんな、一緒に、頑張ろう。ご視聴、ありがとうございました。あ、でも、頑張りすぎは禁止ですよ。人間には、限界というものがありますね。みんな、人間ですからね。少なくとも、今、この配信の見てくれてる皆さんの大半は、そうでしょう違うのは、 このメニューぐらいですね。えどういうこと？僕人間じゃないの？待って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 。あれもう終わりだ。えっとそういうことなんで頑張りましょうね。最後に僕からも告知したいことがあります。じゃーん。What すごーい。 What? This <laughs> is very, uh, very passionate, very passionate, very passionate uh, message. Very passionate. So person. everybody, do your best. Very good. So he wants the sukiyaki. Yes, sukiyaki is a sweet sauce a meat dish. Of yeah, it's -like. tasty, right? Very tasty, very nice. Okay. <laughs> Wow! That was a very good message, the, right? The yeah, good message was really beautiful. Yeah, okay. yeah in this makes way. you happy in sad times. Good to go. <laughs> yeah. okay. wow. Let's see what is saying. Oh, he's happy that he heard uh, Toby's voice? Mm -hmm. Yeah, that was his real voice, right? Yeah. Yeah. Is Toby there? Oh, he, oh, there he came back! toby san you

Uh, but watching this he wants to make some more yeah, it motivates him huh? it, sort of re-energized him towards the uh, independent gaming indie game situation <laughs> uh, I mean, looking at all these games he kind of feels jealous of some of them yeah.